あれ？どこに行くの？私も行きたいな。せっかくこの町に来たんだもん。観光地くらい回らないとね。一緒に行ってもいいでしょ？私の方は全然構わないけど。よう、支度できたか。行こうぜ。おはよう。私、お弁当作ってきたよ。ゆかさん？ゆかさんも行くのか？よっしゃー！じゃあ、俺たち先に行ってるから、後からゆかさん連れてきてくれよ。じゃあな。あ、待って、達也くん。ごめんね、待たせちゃって。そうね、ねえ、どのあたりにいるかな。うん、じゃあそうしよう。たまにはいいわね。こうやって遊んでると童心に帰ったみたい。ゆかさん、その水着めちゃめちゃ似合ってますよ。そう？どうもありがとう。達也くんこそいい色に日焼けしてるね。よう、サイパン行ったんですよ、サイパン。私も少し日焼けしようかな。ゆかさん、せっかく真っ白な肌なのにもったいないですよ。あ、お前今スケベな妄想してたろう。私がするから。本当にいいの？だって下着とかあるし。だからね。美味しそう。うん。ごちそうさま。はあ、お腹いっぱい。ほんと、うちのお母さんも料理うまい方だけど、あやちゃんのお母さんにはかなわないな。料理大会に出たらきっとダントツで優勝できるんじゃない？
そういう大会ってこの町にはないの？ふーん、明日早速町の人に聞いてみよった。それじゃあ後片付けはお願いね。ね、今日は楽しかったね。プールなんて本当に久しぶりで、そうだな、今年の冬ミノワスキー場に行った時以来かな。うん、そう、スキー場の麓にとっても綺麗なホテルがあって、女友達4人で泊まりに行ったんだけど、そこに温水のプールがあったんだ。水着を貸してくれて、でもね、スキーをした後だから根性なくて、ほんとみんなで漂ってただけって感じだったな。プールサイドでカクテルを飲みながらいろんなこと喋って、男の子のグループが声をかけてきたりしてね。今日は思いっきり泳げてよかった。機会があったらまた行きましょうね。なんだか曖昧な答えだけど、まあいいか。さーて、それじゃあ私はそろそろ部屋に戻るね。おはよう。ねえ、今朝すごく早く目が覚めて、それでね、日の出を見ようと思って窓を開けたら、すっごく綺麗な朝焼けが広がってたの。見てないわよね。あのね、空の色が濃いブルーからだんだん薄紫に変わって、それからゆっくりとピンクに染まってくの。そしたら向こうの山からスーッと太陽が昇ってきて、小さい頃ひいおじいちゃんが朝焼けだと雨が降るって言ってたけど、本当なのかな？あんなに綺麗な色なのに雨になるなんて。ふーん。さて、朝ごはんを食べたら今日もお散歩に出かけようっと。お待たせ。へえ、今日は和食なのね。あ、私納豆ってダメなの。その粘っこさとか匂いとか。お願い、食べるなら私のいないところで食べてね。いいわよ、納豆でさえなければ。ごちそうさま。それじゃあ出かけてくるね。
から？どうしたの？駅をぼーっと眺めて。ねえ、さっきね、駅の向こうで畑をやってるおじいさんに井戸水を飲ませてもらったんだ。すっごく美味しいの。冷たくてまろやかで、ほのかに甘みがあって。あなたの家の水道水も美味しいなって思ってたけど、井戸水はまた格別ね。あの水を飲むだけで元気が湧いてくる気がするもの。今度入れ物を持って行ってお水を分けてもらっちゃおうっと。それじゃ。こんなとこで。あー、ごめん、私これからお買い物に行かなくちゃいけないの。うん、明日から弟が林間学校に行くからお弁当を用意しなくちゃいけないの。お母さんはお店が忙しくて手一杯だから。弟のリクエストはタコさんとチューリップとウサギさんがいいって。チューリップは骨付きの鳥の唐揚げ、ウサギはリンゴのことだもん。本当はお母さんが作った方が美味しいんだけど、忙しいからしょうがないよね。私たちの分も一緒に作ってるんだから大丈夫だよ。あ、そっか、今夜の分今持って帰ってもらえばいいんだ。ちょっと待ってて。パンも一緒に入ってるから腐りやすいものだけは冷蔵庫に入れてね。それじゃ。気持ちいいね、森の中って。今ね、ふとひいおじいちゃんのこと思い出したの。私、ひいおじいちゃんとは何回かしか会ったことないんだけど、あなた覚えてる？そう、私は覚えてる。すっごく怖い顔して笑った顔なんて見たことなかったもん。そうよ、あの時まではね。それじゃ。あ、あの、さっきはごめんなさい。話の途中で。ちょっと嫌なことを思い出したの。うん、ひいおじいちゃんって私のことが本当に嫌いだったんだなって思ったら、なんだか悲しくなっちゃって。あれはあなたが生まれる半年くらい前だったかな。親戚一同がひいおじいちゃんの家に集まったことがあって、その時私は大好きなドレスを着て行ったの。そしたらね、両親に向かって、女なんぞ産んでも何の役にも立たんって突然怒鳴ったの。私まだ小さかったけど、そのことだけは今でも鮮明に覚えてるわ。本当に。でも両親が真っ赤な顔で私を抱いて、その場からすぐに引き返したのを覚えてる。いくら考え方が古いからって、ひどい言葉よね。私、子供心にもその言葉だけは絶対に言っちゃいけない言葉だと思った。
それでもあなたが生まれた時はひいおじいちゃん別人みたいだったわ。そうよ、嬉しそうに抱き上げて頬ずりしてたもの。今さら言っても仕方ないんだけど、ほんと悔しかったな、あの時。あなたが謝ってどうするのよ。でもね、それ以来私に対する接し方が少し柔らかくなったような気がしたの。少しはひ孫の可愛さが分かったのかしらね。さーて、それじゃあもうちょっとその辺を歩いてくるから、それじゃね。弟見なかった？うん、弟がまだ家に帰ってこないの。うん、今日は4時までに帰ってくるって言ってたのにな。ああ、そうじゃなくて、今日はおばあちゃんが夕ご飯を食べに来ることになってるのよ。だけどおばあちゃん、弟が大のお気に入りだから来た時に家にいないと心配するの。ふう、しょうがない。もうちょっと探してみようっと。うん、じゃあまたね。バイバイ。残念でした。俺です。あら、達也くんじゃない。こんばんは。あ、ゆかさん、こんばんは。どうしたの？今日は一緒にご飯を食べてくの？え、いいんですか？はいはい、それじゃあお言葉に甘えて。いや、本当にごちそうさまでした。どうってことないよ、どうせ10時頃にならないと両親戻ってこないんだし。ああ、今朝から剣道部の合宿に行ってるんだ。くんの弟さんって剣道部なんだ。そうなんですよ。ゆかさんは何かスポーツをやってるんですか？うん、高校の時はクラブに入ってたけど、大学じゃサークルでテニスを少しとゴルフを少しやったくらいかな。あとはスノーボードも何度か行ったけど、特にこれって決めたスポーツはないな。そうなんですか。でもゆかさんならどんなスポーツでも似合いそうですよね。今度ゆかさんのテニスウェア姿見てみたいな。機会があったらね。それじゃあ私は部屋に戻るから。それじゃ。幸せな夜だったな。いいよなお前、毎晩あんな美人と飯が食えてさ。俺毎晩来ようかな。分かってるって。じゃあ俺帰るわ。じゃあな。
おはよう。今日もいい天気になりそうだね。だって空が真っ青だし、雲も全然ないじゃない。それにさっき天気予報で昨日より涼しくなるって言ってたし、今日は過ごしやすくなるんじゃない？ねえ、ブラブラって言うとなんか言い方にトゲがあるわね。そうよ、冗談。でもね、この街をブラブラ歩いてると、いろんな発見があってすごく楽しいの。今日はジャガイモ畑を見に行こうと思ってるんだ。そう、あやちゃんの家からもう少し先にあるらしいんだけど、私、ジャガイモが植わってるところって見たことないの。ツルはどんな風になってるのかしら。そうよね、じゃがいもってお店で売ってるあの状態しかイメージないよね。だからそれを見に行くんじゃない。うん、ありがとう。それじゃあ行ってきます。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。男の人ってやっぱりおとなしくて塩らしい女の子が好きなものなの？そうよね。私が男だったとしても、おとなしくて自分に従ってくれるような子がいいと思うもん。そうよね。あ、ねえ、聞いて聞いて。何言ってるの？さっき辰子神社の裏山ってとこに登ったの。びっくりしちゃった。そんなに高い山じゃないのに、山頂からの景色がすっごい綺麗なんだもん。ほんと360度のパノラマって感じ。私あそこ気に入っちゃった。今度は夕焼けの時間に登ってみようかな。うん、それじゃあまたね。しめじと舞茸と豚肉の炒め物、追いキムチ、それとお豆の含め煮。ねえ、追いキムチは私が漬けたんだよ。あー、その言い方。ねえ、信用してないでしょ。お母さんに教わって漬けたんだから味は保証付きだもん。ところで、ゆかさんは？お出かけ？
帰るね。バイバイ。あ、どうしてんの？せっかくだけど、私やらなきゃいけないことがあるの。あ、そうそう。そういえば達也くんから電話があって、宿題を手分けしてやらないかって言ってたよ。うん、どうする？そうよね、私もまだ何もやってないもん。もう、そうやっていつも私の宿題を移すんだから。そういうことじゃない。小学校の頃から全然変わってないんだから。ご想像にお任せします。めくれないめくれない。さてと、それじゃあ本当に帰るね。バイバイ。今配達の帰りなんだ。ちょっと上がるぜ。あれ、ゆかさんは？なんだそうか。それじゃ帰るかな。お前の顔見てたってちっとも楽しくないからな。そういえば昨日は駅前で見かけたけど、今日はどこに行ってんだろう。よし、ゆかさんを探しながら帰るとするか。じゃあな。ね、聞いて、すごいの。ピカピカ光るのがいたの。スーって飛びながらキラキラ光ってて。あ、そっか、あれがホタルなんだ。とっても幻想的で、ずっと見とれてたの。ホタルって本当に綺麗なのね。え、もっといっぱい？見てみたかったな、そんな風景。そうね、ホタルは逃げないもんね。ありがとう。ごちそうさま。部屋で休んでるから何かあったら声かけてね。うん、なんでもないの。少し考え事をしたいだけだから。それじゃ。
ちょっと。そんなこと。ね、今ニュースで産業廃棄物のことについて言ってたの。東京の小さな村に産業廃棄物の処理場があって、環境保護団体が猛反対してるんですって。どう思う？そうね、自然を破壊することはやっぱり良くないから、なるべく避けた方がいいよね。ただ人間が生活するとゴミが出るのも確かだから、ほんと難しい問題ね。早くきちんとした処理のできるゴミ処理場ができないかしら。それにもうちょっと科学が発達して、ダイオキシンの発生しないラップやビニールができても、結局はそれを使う人たちの意識が変わらなくちゃ意味ないと思うし、どんなことでも全てうまく収めようとするのって本当に難しいことなのね。うん、こっちの話。それじゃあおやすみなさい。私、恥ずかしいけどそうみたい。ごめんなさい。何か迷惑かけたりしなかった？そう。それじゃ。本当にね。本当、いい夫になれるんじゃない？うん。さて、それじゃ、いただきます。ごちそうさま。ああ、そうそう、そういえばさっき、テレビの天気予報で昼ごろ一雨降るかもって言ってたよ。うん。ねえ、出かけるときに傘貸して。ありがとう。どうしたの？ぼーっとして。この小川ってとても綺麗なのね。水は澄んでるし、藻に花が咲いてて。そうよ、もう少し下流に咲いてるの。真っ白い花が水の流れに合わせてゆっくりと揺れてるんだ。ねえ、この小川どこから流れてくるの？一度行ってみたいな。達也君のお父様。だったら私、釣りをしてみたいな。ねえ、釣りに行きましょう。楽しみにしてるね。それじゃ。何してんだよ、キョロキョロして。
親父なら今日は仕入れていないけど、なんか親父に言おうか。渓流？あそこは素人には無理だよ。俺一度連れてかれたんだけど、足場が悪くて大変だったぜ。なんだ？いきなり釣りに目覚めたのか？あ、ゆかさんが？なんだ、それなら話は別だよ。渓流から少し下ったところに子供でも OK な釣り堀があるんだ。そこに行こうぜ。当たり前だろ、お前釣り竿持ってないじゃん。ということは俺が行かなきゃ困るってことだろ。だろ。親父が帰ってきたら釣りにいい日を教えてもらっておくよ。それじゃあな、ゆかさんによろしく。斉藤さん家にパンの配達に来たんだけど、帰りにいきなりすごい土砂降りなんだもん。うん、そうしてもらえると嬉しいな。サンキュー。あ、セミが鳴き始めた。雨が上がったみたい。さてと、急いで帰らなくちゃ。それじゃあね。ただいま。すごい雨だったね。うん、傘を持ってったから。それに達也くん家のそばの農家で雨宿りをさせてもらってたの。ねえ、水たまりに変わった虫がいたんだけど、あれってアメンボって言うんでしょ？不思議よね。どうやって水に浮かんでるのかな。細くてか弱そうな足なのに。あのね、指でそっと捕まえようとしたら飛んで逃げちゃったの。農家のおじさんがアメンボを捕まえて匂いを嗅ぐと甘い飴のような匂いがするって言ってたけど、本当かな。今度は絶対に捕まえてみなくっちゃ。だって
画面を見たことなんてないんだもん。この町に来てからいろんなことがあって本当に楽しいわ。そんなことないわよ。東京はゴミゴミしてて夜になってもうるさいし、電車なんかいつもぎゅうぎゅう詰めなんだから。もちろん東京には東京のいいところがいっぱいあるけど、田舎には田舎のいいところがたくさんあると思うな。さて、それじゃあ部屋に戻るね。美味しそうなおかずがいっぱい。私、もしこんなに美味しい料理を作ってくれるお嫁さんをもらったら絶対に浮気しないな。だってこんなに美味しいご飯食べたことないもん。さ、いただきましょう。ねえ、そういえばさっき畑にいた人に町外れにある神社の話を聞いたんだけど。うん、何でも恋愛を成就させるご利益があるとかないとか。あ、そうよね。それじゃああやちゃんにでも聞いてみようかな。ごちそうさま。ちょっと食べ過ぎちゃったかな。東京にいた頃と違ってここのところお酒も飲まないし、ケーキも食べてないから結構ダイエットになると思ったんだけど、ここは空気も水も美味しいからついつい食事を取り過ぎちゃうのよね。うん、まあそうよね。さて、それじゃあ部屋で本でも読んでよっと。どこにある？はーい。ありがとう。助かったわ。おはよう。コーヒーのいい香りがするね。うん、何でもいい。ごちそうさま。うん、今日は駅前の本屋さんに用があるんだ。毎月読んでる雑誌の発売日なの。それじゃあ行ってくるね。よ、ゆかさんは元気か？いや、そういうわけじゃないけど。それでさ、ちょっと頼まれ事してくれないか？グリーンガーデンまで配達があるんだけどさ、何しろ量が多いんだよ。悪いけど一緒に荷物持って行ってほしいんだよな。
そんなことって言ったな。荷物の量を見たらビビるぜ。だって豚バラ肉が4キロだろ、強力粉10体にサラダ油を5缶、園芸用肥料が4キロに。よし、それじゃ行くぞ。それじゃ俺主任さんに荷物届けてくるから、ちょっと待っててくれよ。帰りにジュースくらいおごるから一緒に帰ろうぜ。じゃあ後でな。あれ、どうしたの、こんなところで。あのね、森の中で小鳥が巣から落ちてるのを見つけたの。だからなんとか助けてあげたいと思って。うん、とりあえず箱に入れて部屋に置いてきたんだけど、野鳥の本を見たらどうも格好のヒナに押されて巣から落とされちゃったみたいなの。羽は痛めてないからすぐに元気になるとは思うんだけど。まあそれが格好の生きる道なんだからしょうがないわよ。でも私ならそういう人間にだけはなりたくないな。どんなに自分が傷ついても自分の歩く道は自分で切り開かなくちゃ。さてと、この本を借りて帰って早くちびすけに餌をあげなくちゃ。それじゃあお先に。俺はそんな小さいこと気にしないって。今ゆかさんとすれ違ったんだけどさ、お辞儀してくれたんだよ。もう胸元チラリズム全開だぜ。ゆかさん野鳥が好きなのか。今度バードウォッチングにでも誘ってみようかな。なんてったって俺は小さい頃から野鳥の達也とまで呼ばれたバードウォッチャーだからな。そんな昔の話は忘れたね。そうだな、あ、アヤも誘おうぜ。じゃあユカさんに言っておいてくれよ、頼んだぜ。アヤには俺から言っておくからさ、後で店にパンを届けてくれることになってるんだ。それじゃあな。
同じレポートを提出したらすぐバレちゃうもん。同じクラスなんだから。せっかく家が森に近いんだから、森の中の生物でも研究してみたら。何言ってんのよ。そんなの知らないわよ。はいはい、そうしてください。だって宿題は自分でやるものでしょ。そういえばさっきからずっと観光客を眺めてたでしょ。はは、どこかに遊びに行きたいと思ってたんでしょう。私はどこかに行きたいな。夏休みだっていうのにほとんど毎日お家の手伝いなんだもん。嫌じゃないけど、たまにはのんびりしたいなって思っちゃう。私ね、パリに行ってみたいんだ。なんで？パリはお菓子の本場でしょ。だからそこでいろんなお菓子を食べ歩きたいの。それが私の夢なのに。ねえ、そんなこと言うのは、私に似合う場所ってどんなところだか言ってみてよ。そう？本当は私もそう思うんだ。あのね、牧羊犬と一緒に牛を追って草原を駆けるとか、アムトラックに乗って大陸横断とかってすごくやってみたいの。あ、そっか。それじゃ馬に乗ってのんびりする。あ、大変、もう行かなくちゃ。それじゃ。心配って私のこと？それともおかずのこと？そう言ってもらえると嬉しいけど、それって本当？だっておかずの袋見て嬉しそうな顔してたんだもん。それじゃあ帰るね。うん、じゃあバイバイ。ねえ、そろそろご飯にしない？うん、もうペコペコ。今日のおかずは肉団子と、これはインゲンの炒め物ね。それにひじきの煮付けか。さすがやちゃんのお母さん、栄養バッチリって感じね。それじゃあいただきます。そうそう、今日リスを見たのよ。リス、そう、森を歩いてたらいきなり飛び出てきて、私を見てもしばらく逃げなかったの。私、野生のリスなんて見たことないからびっくりしちゃった。うん、尻尾はふさふさだし、目は真っ黒でクリクリしてて、すっごく可愛かった。本当？そう聞くと嬉しい。
ごちそうさま。この肉団子とっても美味しかったね。ひじきもすっごく美味しいし、またリクエストしちゃいたいな。うん、お願い。さーてと、テレビでも見ようかな。それじゃ。超特捜最前線って番組見てるの。15年間も逃げ続けている殺人犯を公開捜索してるところなの。そうなの、あと2週間で時効なんですって。その犯人、新潟で連続殺人を犯した後、行方知れずで、手がかりも全くないって話なの。それがある被害者の家に取り付けてあった防犯カメラにちらっと顔が映ってて、それだけが手がかりなんですって。その後警察で調べたんだけど、身内とか友人とかそういう人間関係がまるでなかったらしいの。外国に逃げたんじゃないかって噂もあるらしいんだけど、それがね、さっき視聴者からの有力な情報があって、軽井沢に養蜂の出稼ぎに来た人でそれらしい人がいたって話なの。そう、この町から結構近いんじゃないの。そう、なら安心ね。近所に殺人犯がうろうろしてるなんてちょっと怖いもんね。